はい、皆さんこんにちは、猫ニラでございます。これ、はい、これが今の私の牧場なんですけど、牧場っていうかファームなんですけど、今日はね、この右上見ていただくと分かるんですけど、あ、右上僕の顔があるか、ちょっと一回消して、これ見ていただくと分かるんですけど、204個、はい、204個溜まりました。なのでキャプチャをちょっとやりたい、10連ね、10連キャプチャをちょっとやりたいと思います。で、そうそうそう、あのね、育成の方がこんな感じなんですよ。で、まあ全部成熟期になって、まあ育ってはいるんですよね、レベル最大で。あとはこれがね、いつ手に入ったのかちょっと覚えてないんですよね。こいつ、こいつは一体いつ手に入ったんだ、ちょっと覚えてないんですけれども、そんなことは置いといて、キャプチャーをやっていきたい。で、その前にまずリンクキャプチャー550溜まってるんで、550しか溜まってないよね、はい、550溜まってるんで、まずこれを景気づけにね、一発やってから、10連やっていきたいと思います。はなんじゃい、お、来た来た、青、青はダメですよね、多分。誰、なんだこれ、何、スエゾウか、クラモン、うん、まあまあいいでしょう。だからこれはいいんですよ、キャプチャートップだから。このこれ、これの10連ね、だからメダルでしょ、もうメダル、メダルですよね、一番大切なのはメダルだと思うんですよ。ちょっとガチャの前に一回鼻かましてください恒例の集中してこう、よし、10連キャプチャーいきますよ、10連キャプチャー、必要デジストン200いきます。メダル、金のメダル持ってるやつ来い、頼む頼む頼む、一個一個組んだっけ、これ一個一個でしたっけ。はい、成長期、はい、そうですね、青かったもん、青かったから。2個目、2つ目、青いな、これあれだ、鼻のやつね、鼻のやつ。3個目いきます、頼む、なんか金、この段階では分かんないんですか、メダル持ってるかどうかっていうのは分かんないの、こう一覧になってからじゃなきゃ分かんないのかな。4個目、全然成長期しか来ないまあそれはいいのか、いずれにしてもこう成長はしていくから、まあ、進化素材とかがめんどくさいけど。うわ、これ2つ目やん、さっき出たやん、お前リンクキャプチャーで、あ、違うか、リンクキャプチャーはあれか、スエゾーか、これ1個目で出たのか、これが5、あ、え、赤いよ、成熟期、誰ですかこれ、な、でんでん虫なんかちょっと、まあメダルがここで持ってるのかどうかが分かんないからな。エレキモンですね、これ7回目かな、こう赤と金色だといいのか。あ、こいつ知ってるよ、こいつ知ってる、8回目、うん、9回目、あ、これ持ってるな、うん、頼むメダル、あれ何この黒い悪魔みたいな、何これ、これで終わり、あ、終わりですね。才能メダル獲得おめでとうございます。え、来た誰が持ってんの、は、待って待って、いいんだよ、そんなのは。しないしない。ファミリー共有なんかまずしないし。なんだこれ。ミュージック。ハルジオンが咲く頃、のきさか46。いや、いいんですよ、そんなのは。はい、前戻ってまいりました。あ、なるほど、金はいなかった系か。金はいなかったけど、才能メダル2つ持ってる、アタックと、SPD ってなんだ、なるほどね。まあまあ悪くないってことかな、これ。悪くないってこと。2つ持ってるから。
ディフェンスとディフェンス、S ディフェンス、魔法のディフェンスってこと？クダモン。あで、これですよね。これが成熟期。カラツキヌメモン。あ、ヌメモンのカラツキってこと？そういうこと？これが一体何に進化するのかもちょっとわかんないんですけど、はい、というわけで今回はこんな感じでございました。またね、まああの虹色のやつ名前言ってたけど、これがたまり次第ね、ガチャは引いていこうと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。こう、なんだろう、降臨クエストなんかもね、こう動画撮っていけたらと思ってますんで、ぜひご視聴ください。またお会いしましょう。さよなら。